大内山平吉は、茨城県中郡、平磯町出身の元大相撲力士。本名は、大内平吉。1926年6月19日に、茨城県中郡、平磯町で漁師を営む家に長男として生まれる。幼少時代から潜水が得意で、アワビやタコを取る腕は、プロの潜水士にも劣らなかった。小学生の時は、際立って大きくなく、 平均よりやや高い程度の身長だったが、小学校を卒業してから船に乗って、漁を手伝ううちに急激に背が高くなった。1943年に、家の漁船が大日本帝国海軍に徴用され、父と共に対戦紹介部隊に配属されたが、海軍軍属の立場で食事に不自由しなかったことから、さらに体格が大きくなり、周囲の軍人たちの勧めと口利きで、 1944年に、双葉山相撲道場へ入門した。巨体であったため、新弟子検査の際は、幕下付けでも検討されたと言い,い、1956年の、時津風一門座段階でも兄弟子の鏡里が、それについて話していた。新弟子検査の際には、各界関係者をどよめかせたが、入門まで相撲経験がなく、それこそ、 海軍や学校でのプログラムとしてですら相撲を取る機会はなかった。後になって稽古場に立つと兄弟子の鏡里は、これなら勝てるなと安堵し、実際新弟子時代は、誰と取っても勝てないほど弱かった。それでも、相撲を投げ出して、家に帰ると洗い物になりかねないため、必死で相撲を続けた。嗜名は、入門当初から、大内山を名乗りたかったが、大内山は、 当時の言葉で皇居を意味していたため、戦時中は不敬罪に問われることを恐れて、本名の大内で相撲を取っていた。戦後になって不敬罪が廃止されたこともあって、1948年5月場所で重量昇進を果たすと、ようやく念願の大内山を名乗ることが許された。その後も努力を重ね、1949年1月場所で新入幕を果たした。ちなみに、 昭和天皇はこの四嗜名を意識していたらしく、戦後の力士の中では特に大内山を気に入っていたと言われる。1955年3月場所は大関取りとして迎え、14日目を終えた時点で12勝2敗という好成績だった。千秋楽の対戦相手は全場所優勝し、この場所も絶好調、13勝1敗の横綱、千代の山正信だった。 当時横綱は他に三人いて、通常なら関脇が、千秋楽の結びの一番に起用されるはずもないが、鏡里と吉葉山の両横綱に加えて、ただ一人の大関である、峰山隆も途中休場、土地二は会見したものの千代の山とは、同門のために本場所で対戦することができず、優勝争いを面白くさせるためもあってこの割が、組まれることになった。大内山は本。 割りでジオの山を破って両者が13勝2敗で、並んだ千オの山を破った取り組みは立ち合い、千オの山得意の突っ張りを繰り出すより早く、大内山が左上手を取ると、右を刺して一気に寄り切り、という内容であった。優勝決定戦での再戦では、敗れて優勝はできなかったが、場所後に大関昇進が決定した。この決定は当時、 大関争いと言われていた若の花監視、松のぼ雄より先に決まったもので、江戸時代の看板を大関を別にすれば、史上初の身長2メートル超えの大関誕生となった。古くから大きすぎる力士は出世しないという悪いジンクスが存在していたが、大内山はこれを破ったと言われた。巨体ゆえに土俵四方の房に頭がぶつかるという陳事も起きたため、 土俵の釣り屋根の高さが引き上げられるきっかけにもなっている。大関昇進を果たした大内山は、1955年5月場所の千秋楽に、この場所優勝の土地二式と対戦。大内山が立ち合いから猛烈に突っ張り、再三食いつこうとする土地二式をあくまで突き放して追い詰めるも、最後は健康一滴の首投げでその巨体が宙に舞った。勝利した土地二 敗れた大内山、両者とも後々まで語り草になる一番となった。勝利した土地二式にとっても、取り組み後に、師匠春日ガから優勝が決まった後の千秋楽で、よくあれだけの相撲を取ったと言われ、カスガから生涯で唯一褒められた相撲だったという。後日、土地二式はこの取り組みについて、土俵で脳浸透を起こしたようになり、 もう一月でもされたら危なかったが、なぜか相手が組んできたので、一か八かの首投げを打ったと実戒しているが、大内山によると、土地関の顔がどんどん赤くなるのが分かったので、ああかわいそうだなと思うとつい力が抜けてしまったのだと言う。しかし、考えてみれば、先週楽で、それからしばらく顔を合わせることもなかった。もっとやればよかったとも語っている。 1951年5月場所では、地のため8日目のみ休場しながら、翌日から再出場、10日目に千代の山を下した。千代の山は、この場所を優勝して横綱昇進が決まったため、休場力士が再出場して、優勝力士を破るという陳記録となった。また大関陥落後の1957年5月場所7日目には、土地式を破り、元大関が金星を獲得するという、 珍しい記録を残した。その後は、膝の負傷に苦しみ、1958年1月場所、22勝3敗の好成績で優勝時点となり、元大関の意地を見せるが、1959年3月場所は、全頭19枚目の幕尻で7勝8敗と負け越し、重量陥楽が決定的となったことで現役を引退、年寄り、こ頃山を襲名し、 勝負検査役を務めた。しかし、身長2メートルの大口山は座っても大きいので、真後ろの観客は取り組みが見えなかったが、検査役からの移動はなかった。その後、部屋の後継者争いに敗れた立田川が、現役力士を一人も連れずに1971年9月に独立した際には同行した。しかし、部屋での関取誕生を見ることなく、 1985年11月1日に、定員性脳主要のため、東京都千代田区内の病院で死去。59歳没。死去から1年余りが経過した1987年、3月場所で、森の里春重が重量に昇進し、竜田川部屋第一号の関取となった。晩年には、両国で、カッちゃん古代内を経営し、長男の大内明が引き継いでいる。 この店舗は、テレビ東京系ドラマ、孤独のグルメシーズンに、第8話でも紹介されている。身長2メートル超えの曲だが、足腰が柔軟で粘り強いため、悠然とした土俵態度は、様子校の流れに例えられ、横綱昇進を期待されたが、優しい性格や膝の故障、及び先端巨大症に侵されて果たせなかった。1956年1月場所13日目に、 若野花三岸との対戦が組まれ、救い投げで投げ飛ばされた際には、大内山の長い足が、土俵上の行事を跳ね飛ばしてしまう一幕があった。この時、跳ね飛ばされて勝負が決まる瞬間を見逃した行事は、検査長席にいた藤島に、どちらが勝ちましたかと確認を取ったという。長男の証言によると、大内山は、一見無口のようだがそれは、力士社会での話で、実は、 かなりの話上手、とにかく真から優しい人で、母がどんなに毒づいても一度も怒ったことがなかったとのこと。自分の相撲ぶりについては、俺が思いっきり突っ張ったら、相手を壊しちゃうからなと、思い切って突っ張ることがなかった、というエピソードが、後年の活字等に残っている。相手を思いやる性格から相手に体を浴びせる、相撲を良しとせず、かばいてに留めるどころか、有利。 不利に関わらず、先に手をついてかばってしまうことすらあったという。同部屋の不動岩と共にその巨体から周囲の目を引くことが多かったが、彼らの現役時代は日常的に写真を撮る時代でなかったため不動岩と共に大内山が写る写真は当時一般の人はまず持っていなかったといい。2020年になってベースボールマガジン社のインターネット記事に 貴重な2ショット写真が掲載された。ありがとうございます。